今日は道の駅常総に来ました。道の駅常総は茨城県常総市にある国道294号の道の駅である。ロードステーション常総、フォトムービーです。最後までご覧ください。2022年8月5日国土交通省より第57回登録において道の駅常総として登録。2023年令和5年4月28日茨城駅。ここらでメロンソフトをいただきました。お焼き芋もあります。スタヤさんもあります。まだ巨大メロンパンはありませんでした。デモキッチンでお味噌汁の試食ができます。金目鯛カニエビの味噌汁ボトルがあります。鮮魚市場もあります。お肉屋さんもあります。2階には稲穂食堂があります。茨城のお酒がいっぱい。味噌ボトルはおすすめです。茨城といえば納豆。卵屋さんオプリンは美味しいよ。お惣菜もいっぱい。Thank you.
茨城米もあるってよ。いちごも美味しそう。茨城といえばメロンも有名ですね。道の駅醸造。茨城メロンソフトいただきました。最後までご視聴ありがとうございます。エンド。